はい、今日は肩こりシリーズ、ここの背中のここが痛い方、なんか息苦しい方、呼吸がしにくい方、あとはですね、体がこうなっちゃう方ですね。そんな方に対する、ケアの方法、ご自身での治し方についてお伝えしていこうと思いますので、ぜひ今回のもかなりですね、必見の内容になってます。今回ここの部分、この背中の後ろのところをご自身で治療していくにはですね、やっていきたいところがここ。ここって言っても分かりにくいですね。肘の部分です。肘の部分。ここの後ろのこういうところから上腕三頭筋って言います。上腕三頭筋。ここの部分が硬くなってて、こっちで引っ張っちゃうと、こっちで引っ張ると引っ張られて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 、ここが突っ張ってきちゃいます。なので、ここの硬さを取っちゃえば、ここの背中のところの痛みだったりとか苦しい感じ、息が吸いにくい感じっていうのは取れちゃったりしますので、ぜひ今日の体操をやってみてください。やり方は簡単。ここの手、また手です。指のところでこれギュッと挟む。ギュッと挟む。そんなに強くなくても痛いと思います。そんなに強くなくても痛いと思います。親指で、ここの肘のすぐ後ろのところ、ここですね。肘から指、そうですね、大体適当に3本分ぐらい、この辺ギュッと押さえてあげる。ギュッと押さえてあげて、この状態で伸ばす、曲げる、伸ばす、曲げる、伸ばす、曲げる。ぜひ、やる前にですね、首の動きとかをちょっと見てみたりとか、この背中の感じとかをちょっと確認していただいて、それからここ、ギュッと掴んでください。ギュッと掴んで、はい、伸ばす、曲げる。伸ばす、曲げる。結構痛いです、これ。はい。結構痛いと思います。僕でも痛い。これちゃんとやんなきゃダメだなと、これやるたびに思います。伸ばす、曲げる。背中の張りがある方、これ30秒ぐらいやってください。伸ばす、曲げる。10回でいいです。1、2、3。痛いし、5、6、はい、7、8、9、はい、これだけでこの背中の部分の状態っていうところを確認していただくと結構楽になる感じ、ふわふわする感じがあるっていう方が多いです。僕自身もこれ片っぽやるだけで少しですね、なんか感覚が違ってくる感じが起きてきますので、これ反対側もやりましょう。またここをギュッと掴んで伸ばす、曲げる、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 伸ばす、曲げる。出て10回ぐらい。これならそんなに労力じゃないはずです。なんかここしんどくなってきたなと思ったら、この辺ポンポンするよりも、マッサージ行くよりも、鍼治療院行くよりも、お灸をするよりも、整体院行くよりも、自分でこれやってください。自分で。自分でこれやってください。それだけで良くなっちゃいます。はい。良くなっちゃいますので、これ、まずはトライしてもらって、少しずつここの背中の部分の柔らかさっていうところを取り除いてあげるようにしてください。はい、前回ここの部分、腕のところとこの肘のところのやり方を今日2回に分けてお伝えしていきました。肩こりの問題は、肩こり、首こりの問題は一番最初の方にもお伝えした通り、筋肉だけの問題ではなくて感情であったりとか、そういう自律神経系の問題っていうところも強く関わってくる部分ではあります。ただ、この構造の部分、筋肉の問題も解決してあげることは、必要最低限の問題で、絶対に必要な話になっていきますので、ぜひこれだけは、まずはしっかりとやっていただければと思います。はい、本日のお話は以上です。これでもなかなか変わらないなっていう方は別のところに問題が隠れている場合も中にはありますので、遠慮なくですね、下の URL、LINE アットっていうところに、ご登録いただいてご質問いただければ何でもお答えできていきますのでお願いいたします。はい、本日のお話は以上です。肩こり、首こりについていろいろお伝えしていきました。次回またですね、肩こりとか首こり、そういった形で悩むあなたにですね、特別なご案内というところをまたさせてもらおうかなと思います。これだけ治療院とか来んなって言ってるくせにですね、まあそれでも治んない人とか、なかなか原因の場所が分かんないって方っていう中にはいますので、そんな方はうちにご覧いただくといいんじゃないかなと思ってます。
はい、そんなお話、特別なご案内も明日ですねさせていただきますので、お楽しみに、お見逃しないようにしてください。本日のお話は以上です。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。